今日は、今うちにバラバラとなっている蝶の標本についてなんですけども、標本箱にモルフォチョウを入れてたんですけれども、他にも、自分で採取した蝶だったりだとか、これ、地元の蝶ですね、採取した蝶だったりだとか、前回のイベントで購入した、蝶だったりだとかが増えているので、これを一つの、標本箱にまとめようと思いまして、ここにちょっと大きい標本箱を用意しました。なので標本を、一つの箱にまとめていくっていう、動画になります。でこちらですね、今回購入しました、標本箱ですね、出します。こちらなんですけども、こちらドイツ箱っていうのかな、ドイツ箱の一番大きいやつです。博物館とかそういうところで、展示されているタイプの標本箱です。でこれのいいところは、UV カットされているので日焼けだとかもしないし、もうぴったり密閉されるので空気も入らないので、劣化しないっていうことですね。これに入れておくと、100年経っても全然劣化しないと言われました。博物館とかにあるレベルの標本箱なので、100年経ってもそう劣化しないような作りになっているそうですね。ただですね、こいつ全然しっかり締まりすぎててなかなか開けられないので、開け方にちょっとコツがあるみたいなんですけど、簡単には開かないです。はい、じゃあこの四つ角がすごくしっかりしているので、これ開けるときにだいぶ開けるときにコツがあるんですよね。このしっかり空気が入らないように密閉されて作られているので、これこのつなぎ目に、私は今これナイフですね、ナイフを使って開けました。専用のヘラだと思ってますけれども、これ新品の箱なので、とにかく傷つけたくないので、その細いものをキュッと入れてクッて開ける感じで、片方だけガッて開けようとすると割れてしまうので、両方こう同時にこう開ける必要があるんですね。こちらも同様に左右両方同時に開けると、でここに、数字が入っているので、こことここがつなぎ合わさるようにこれをまた閉めるんだそうです。これ刻印がないところにやっても閉まらないそうです。それだけ密閉されて作られているんですね。ではまず大きいやつから入れていくか。じゃあうちで今一番大きいのはこちらですね、メネラウスモルフォなんですけれども、これが一番大きいのでこれを入れていきます。
どんどん入れていきましょうか。はい、こちらがヘレナモロコですね。こちらがポルティスモルフォ。こちらが前回イベントで購入した長崎アゲハですね。特徴はここら辺のオレンジとこの赤ですね。こことここの赤とここのオレンジ、ね、こちらが青紫です。前回のカメラではあまりうまく撮れてなかったんですけど、ここら辺ね、ここら辺が紫色なんですよ。で、下にここに、赤っぽいオレンジ色っぽい斑点があると。これなんかね、カメラで見たら全体的に茶色く見えたんですけどね、これ実はここら辺紫ですね。ちなみにこいつ昔は、結構自然にいっぱい飛んでた蝶なんだそうですけれども、今では準絶滅危惧種になっていて、あんまり飛んでないですね。もうほとんど飛んでない蝶です。この私今名古屋に住んでるんですけど、名古屋の近く岐阜県だとかでもね、これ飛んでたらしいんですけど、今もうほとんどほぼ飛んでない、絶滅危惧種になってしまった大紫。ちなみにこの子は宮城県産の、2016年の、蝶ですね。これも飼育者の名前が書いてあるので、自然から採取されたものではなくて、飼育されたものですね。人工的に飼育されたものです。こちらは大紫の、メスですね。メスの方がこれ大きいですけれども、メスは全体的に茶色っぽい、蝶で、ここにオレンジ色の斑点があります。これも2016年の宮城県産で、ペアで飼育されていたみたいですね。で飼育されていたということは、おそらく、去年、今2017年なので2016年の去年の子なので、おそらく今は幼虫がね、おそらくいるんでしょうけどもね。はい、こちらがミヤマカラスアゲハです。ミヤマカラスアゲハは、これはまだ自然界にいる蝶ですね。ただこれ
採取されたその場所によってかなり色が違うんですよね。これは長崎県産の深山カラスアゲハなんですけれども、なんかねすごいこの辺が赤っぽくって、ここの真ん中ら辺が青っぽくって、上はなんか黄色っぽいんですよ。なんかねこれすごい、綺麗な深山カラスアゲハだったので購入しました。ハムスターが回し車をカリカリ回してて、ちょっとうるさいですけど、すいません。はい。ではあとは小さいやついきますか。これまあ私が地元で採集してきた蝶たちなんですけども、名古屋の地元にいる、庄内川の周りにいる蝶ですね。ちなみにこれ採取したのは、あ、ここに書いてあるか、10月なので、まあ2ヶ月ぐらい、このままにして乾かしていた感じですね。こちらがヒメアカタテハです。こちらも、10月に採取しました北木蝶です。はい、こちらはモンシロ蝶ですね。同じ10月に採取したです。こちらは紫ツバメっていうシジミ蝶ですね。紫ツバメです。これ多分カメラだとね、綺麗に映らないと思うんですけど、これ多分カメラだとねグレーに見えると思うんですよ。ただねこれ裸眼で見ると紫なんですよ。ここら辺がなんていうのかな、モルフォチョウみたいなね、青、深い青みたいな紫色みたいなね、色をしてるんですよ。なので紫ツバメっていう名前なんだと思うんですけどね。もっと近くにしましょうか。このぐらいまで行けば多分ちょっと映るかな。こういうね、シジミチョウは小型なのであんまり綺麗に映らないかもしれないですけど、今最後に入れる防虫剤を持ってきました。これを入れておけば、虫に食われることがないと。よし、まだだいぶ入れれるな。こんな感じで、メネラウスモルフォ、ヘレナモルフォ、ポルティスモルフォ、長崎アゲハ、ミヤマカラスアゲハ、
大紫、オス、メス、これなんだっけな、ヒメアカタテハ、モンシロチョウ、キタキチョウ、キタギチョウ、紫ツバメですね。最後に蓋を閉めるか、ここの数字と、ここの数字が合うようにゆっくりと閉めると。これでまたもう少し入れられそうですね。はい、ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらをタップしてください。あとこちらにはこちらとこちら、他の動画もたくさんありますので、よかったらこちらもご視聴ください。はい、ありがとうございました。